さあ今日はね、ちょっと不思議な、メンツでお食事会ということで、よろしくお願いします。そもそもこの不思議なお食事会がなぜ開催されることになったか、ちょっと説明して、させてもらうと、ザオーっていう番組やらせてもらってて、これ通常回いつもは大阪で撮ってるんですけど、たまたま、東京で、まあ皆さんのスケジュールの都合か、東京で撮ることになって、ほんならちょっとご飯でも行くって言って、このメンバーがちょうど、座王出てたんで、行きましょうって言って、今日の、座王の収録、あそここうやったな、大喜利がこうやったな、なんていう話で、お酒入って楽しかったね、なんて言うてたら、なんか突然村上さんが、なんて言うんでしょう、あれね、なんか、いや僕はもうジュニアさんが過去に出してきた大喜利の本をもう全部買って読んでますからね、っていうなんかね、だからベンチャラマウントみたいな感じになってで、まあ言うたらここは同じ部署でもちろん関係もありますけど、ほぼほぼプライベートで飲むのを初めてぐらいやのに、そこでそのベンチャラマウントを取り出したから、なんか二人は呼んでない、なんか我々ちょっと勉強不足ですいませんみたいな、なんとなくなんかテーブルの角見つめるしかないみたいな空気になってんのに、いや俺も全部読んでますからね、当然ですよね読んでるのがみたいな感じで、俺らも全部読んでて、ほらの講師がお弁当で仕切りがあるけど全部ご飯が敷き詰められてるっていう、あの表紙のやつからも全部読んでますからって言って、もちろん読んでないのでなんか何にも言われへんなみたいな空気になってる。いや村上悪いけど、俺そんな表紙の大喜利本出したことないねんと。びっくりしました。言ってたじゃないですか、こんな弁当は嫌だって言って、あの仕切りが悪い。そんなおもんない答えの大喜利を表紙にするってことは、それが一番シンクってる大喜利の答えやったとしたら、その本誰が買うねん。そんなおもんない本。な？いや、まだ分からない。この平野レミ、見てもんやな。なぜそう思った、息子が持ってきた弁当箱がそれやったとか、まだね、ぐらいのお題に対する答えたらまだやけど、こんなお弁当は嫌だ。で、仕切られてるおかずのところにもご飯があって、そんな答え俺出したことないし、そんな本も出したことない。絶対出してます。絶対出してますわって言って、じゃあ、もしも出してなかったら、次もう一回この会を変な空気になったから、新たに村上さんのマネーで開いてなって言って調べたんです、徹底的に調べました、私そんな本は出してない、もしくは当然出してませんし、そんな答え一回も答えたことないです。なかったですか。お弁当箱を仕切り、おかずのところまでご飯びっちり、こんなお弁当は嫌だっていう回答を出したことないです。ですので今日は村上さんの、そこまで喋って、それで全部ですよ。確かに、申し訳なかった。誕生日おめでとうございます、誕生日プレゼント持ってきてないの、持ってきてないのみたいな感じで、いや俺の誕生日5ヶ月後やけどみたいな、なんか一人で勝手にやりだしたら、いや、まあ、ちょっと正直、きつかったさ、気まずかった、申し訳ないです、僕らが勉強してない、たまにあるよね、あります、先輩と飲んでるんです、あの DVD のあのライブの3本目のネタおもろいですね、はい、見てないわ、そうみたいな、なんか合わせるのもそう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 ちょっとあれなんで、ああ、ね、お二人で行こう、そうですよね、なあ、はい、あ、そうなんだと思って聞いてで、まあまあ結果良かったやん、結果いやいや、ありがたい、そうです、はい、まあまあこういう会が開けてね、会が開けてね、そうですね、だから僕、まあ、僕が言ったのは、はい、間違いでした、結果ね、はい、そんなのを言わなかったんですが、おべんちゃらが好きってのは本当なんで、それは本当なんで、情報が間違えてるだけなんで、そこは
案外もうええねんとか言いながら、はい、嫌いじゃないんです。そう、俺がえ、俺がえ、おめんちゃん言われた。めちゃくちゃ嫌いだし、今村上さんってなんか言ってるやな。え、言うのが好きなんじゃない。さすがフィリピンの囚人が着る色着てる。オレンジがかわいそうでしょ。そんな素敵な色。サンセットの色です。お願いします。すいませんでした。よかった。すいませんでした。本当に。なあ、ないです。あの回答でもなかったんですか。回答もないです。ないです。でも何かを見て、で誰かが答えあったのか、何かが勝手に記憶ねじ曲げられて、それも俺になってんねん。で、あとアルコールで、とさらにねじ曲がって、ああだってそこまで結構楽しく飲ませていただいてたのに、ね、急にな、うん、しちゃったから、ね、あれなんであんなやつ、そうなんですよ、あの日を回しといてほしかった。確かに流れがね、もうなんでこんなこと言ったの、変でしたよ、そう、はい、いやでも急にスイッチ入ったようにジュニアさんの本の話をしました。そう、間違いない、大通り歩いてんのに急にホストにホストここ入っていくのみたいなとこ入っていったからな。、はい、いや、そうそうそう、岡野が回って、うん、あのグループライン作ってくれて、グループラインのこれ名前グループ名です、グループ名、うん、なんだかな、弁当全部ご飯。弁当全部ご飯なかったと、ね、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、今日はもう楽しく寝らないでくださいよ。誰にベンチャラマウンティングを取ることなく、もう今日はもうそういうことは一切痛いみたいな。おかしかった、なんであんなと思ったんだろう。本当でも本当に何かが変わったやろ。まあそういうことでしょうね。いやマジでそういうことってあるもんな。ずっとそう思ってたことが多い、勘違いみたいな、勘違いが、もうほんまに信じ込んでるけど違うっていうのはありますね。そっか、マジで、はい、不思議なことがあるもんですね。いや、なんか一言みたいに料理、でも料理ね、美味しいのいっぱいあると思う。いいですか、でも、すいません、なんか本当に申し訳ないです。いや、もうとんでもないです。そんな、逆にそのジュニアさんに奢れるなんて、もう逆に貴重な、それないですよ、ね、これも一生ないんじゃないですか、そんな普通に生きてたら。一応ひょっとしたらこれだったんじゃないかっていうので、一応じゃあ本がやろ、ジュニアさんが出した青色本ですよね、表紙、あ、はい、嘘でしょ、一応もしかしたら全部あるってことやろ、はい、でもしかしたらということで DVD と間違ってるかもわからないんで、じゃあ全部資料として、書籍、あの、まあこれを下にしていただけたら、そこにあるかどうかですね。来い。え？え？まあまあまあ。あ、俺14歳も読みました。うん、ちょっと待ってください。もういいね。よいやな。ちょっと待ってください、楽しく読んだよって言わないで、言わないで、言わないで、いいねん、言わないで、マジでなあ、なんなん、いや、ないやん、ほら、全くないよ、似てるのも全くない、うん、これが書籍です。え、なあ、今の書籍いなかったです、便所は宇宙だよ、ちょっと多すぎるんですか。連載やからしゃあないけど、確かに連載やからしゃあない。これ DVD、ね、ひょっとしたらこれで間違ってるかもありますね。あれあれあれ、そのなんやな、こんなん出てんねや、ないな、ここまでですね、もうないな、はい、いやもう全くありがとうございました。すいません、すいません、本当すいません、本当にあるかないか分からなかったんで、ずっと、そうですよね、私もちょっと調べちゃいました。あ、そう、あ、表紙で確かにね。俺らいろいろ頼むけど、え、村上は白ご飯だけだよ。おつまみ全部ご飯じゃない。ちゃうの。
違う。普通に食べる。食べる。まあ以外も食べるの。もちろんです。あ、そうなの。あ、そうなのよ。でも本当にこの2人がね、はい、優しい。うん、俺吉本やったらこうはなってないと思うで。いや、え、王だよ。王、はい、や。いや、お店どうするっつって、うん、はい、あのもし純也さん知ってあるところで よかったらそこちょっと行きたいですみたいな感じで言うてくれたから、うん、ほんならっつってこう個室があってみたいな、ね、うん、あのお店を何軒かこう送ったわけ、うん、ほんなら、うん、もう2人とも「あ、ここ行きたいです、ここ行きたいです」っていうお店の値段設定が一番こうリーズナブルなところからこう言うね、これ吉本やったらもう。割れ先に高い方が良いよな、はい、逆にやってたと思うんですね。それこそ焼肉だ寿司だって。なるほど、やるっすか。 あっこにやっぱね、品がこんな下品なことしたやつがいねえや。あれは助かれても本当に、いや、だから岡野のが、はいはい、あれをここがいいですって言ってくれた時に、はい、うわ、一番安いやつだって思ったから、うん、俺もその安いのこと気づいてないふりして、あそこいいっすね、確かに。持ってくれましたもんね、なんか。いや、名前出してよかったんですよ。私もどこでもいいですって答えちゃって、そう、申し訳ない。いやいや、だからそれがわかるわ、はい、その品があるなっていう。あとその言い方がちょっとあれですけど、その村上さんのその経済状況がまあわからなかった。別紙とかそこまで考えないよ。そこも僕も、はい、もちろんわからなかった。助かります。そこは、いや、すごいよ。この店はもう全然そう。いやいや、絶対美味しそうですよ。絶対全然すごいよ。なんかまあ言うたら嫌なことされたわけやろ。いや、ほんまに。確かに。いや、もうサルカニ合戦でカニやのに復讐せえへんねんから。あの時は親殺してんのに。そこまでのことですか。あれはでも本当に、なんかそんなん出してないでってジュニアさんに言った時めっちゃ気持ちよかったですもん。そうそうそう、あれドキドキした。あれでも途中で止められたのになんか待ちましたよ。え、なんか俺が言い終わるまで、そう、もっと途中でそんないでって言えたのに、いやいや、もう、おう、一通り引き込んで引き込んで、いやいや、人生の中でもかなり一味の争うぐらいリード伸ばしたよ。はい、すいません、失礼します。はい、お願いします。はい、お願いします。僕ビールと、はい、ビール、僕はハイボールください。わらさん、はい、ポテトサラダ、軟骨の唐揚げ、はい、軟骨の唐揚げ、はい、会社にさ、ベンチャーを立ち上げてさ、でもあれ、あったら、もしもですよ、仮にですよ、なかったです、結果なかったらもういいんですよ、でも、仮に、うんうん、あったとし、本当にそういうジュニアさんの本で知られざる本、例えばあった時に自分のあの書籍見てまし、見てたと言われたら嬉しい、嬉しいですよ。いや、差しやったら、だってこっちに気遣うわ。あー、そっか、そっちのそういうことか。うん、だからちっちゃい声で言っていただいたら多分その、なるほど、聞こえちゃったんだよ。これって芸能、まあ芸能じゃなくても一般の方々もあるかも、はい、結構あるやろな、多分役者同士でも、あれ見ました、あれ、そうですね、よくありましたね、とかで、え、見てないなぁ、ね、今言わんでくれよ、みたいな。そうです。確かに、今、俺、昔タイノッチって言って、あの小久保太一君とイノッチとで俺と平岩上津さんっていう女優さんと4人で番組レギュラーやってて、で奥でバッて見たらイノッチから「ジュラさん、神ちゃんの誕生日プレゼントどうされますか、僕は何々をしようと思ってます、で太一君は何々を考えてるみたいです、どうでしょうか」って言ったんよ。こんなこといちいち俺に送ってこんでもええのに、二、うんうん、人だけやってたら渋谷さんが多分気まずくなるであろう、だから言っといた方がええ、うん、でかぶってもありやからっていう、もう全方向のことを考えて、素敵な、はい、気遣い、ね、素敵です。これなんですよ、これです。日本人のね、こういう一人で、はい、私そう、私そうです。
しいですよ。すごいな、エコノイナオッソの心遣い。すごいですね。ね、難しいよ。NHK の朝を帯でできる人ってそういうことやねん。うん。いろんな人やねん。でも難しいっすわ。でも、よりけりというか、ね。よりっていうのもない。よりけり？え？いや、その、そういう人にこう何かするとか、はい、その差し上げるとかって。いいことなんですけどってことですよね。そう、その単純にいいことじゃないですか。そやな。例えばジュニアさんが誕生日が近いの知ってた時に別に持って別に2人そんなつもりなく恥ずかしいつもりなく持ってきたことは行為はいいことじゃないですか。それとかじゃあみんなでご飯行こうって、まあ、その気遣いするかもわからんけど、はい、ご飯行こうってなったこう芸人の中にそう賞レースでチャンピオンになったやつと一緒に戦って破れたやつがいて、はい、おめでとうわーってやっぱね、言わへんのもおかしいし、そうなんですよね。でもそうですよね。だから、はいはい、でも負けた方に気遣いすぎるのも違うじゃないですか。まあそうやね。お前はお前頑張ったけどなとか言うのもなんかですもんね。ごめんなさい。そうでも想像すると、うん、あれがもしなかったからよかったですけど、あった場合をちょっと僕想像して眠れない夜があるんですよ。あったら絶対、はい、こっちに来たと思うんですよ、僕村上さんが。ね、見たみたいな。それは私、分かんないです、多分その言ったと思うんですよ。なかったことで、はい、それはなしだわ、その。いや、起きなかった想像で。起きなかった想像で、俺の悪いところを見つけた。それはずるいですよ。さすがに。そこはないです。はい。あ、すみません。これ、一番上にまだ俺おったから俺は言えるやん、はいはい、でも村上が一番上でそれをやってたら後輩さんにやったら言われへんもんなみたいなことが俺が一番上の時にもあるやろうし、なあ気付けなあ怖いというかしかなあ、解散した後に多分言いますもんね。あれは、臭ねえ。いや、そっちのパターンもありますよね、本当に。ジュニアさんが、僕がそういう行動をして、ジュニアさんがまんざらでもなく喜んでる場合があるじゃないですか。でも確かにあります、そういう場面は。うん、で、そうじゃない人たちが、なんか、ありますこうなって終わるっていう可能性もあるよね。ほんまやな、はいはい、ありますわ。まあ、はいはい、これ人が違ったら分かれへんじゃ分かれへんけど、うん、いやまあそんな表紙の感じあったかどうか分かるけど、うん、ああそうか、全部読んでくれてんだけど。リアントね。リアントね。それはなるんで、うわ。それはあるから。でも村上さんこう言うじゃないですか、それが本当に好きで、うん、本当に面白かったんですよって言ったらまたちょっと違うかわかります、そのまっすぐな気持ちでこんなのあってなってチラにそう話してくれて、っていうのがあったら別に全然なんか変な空気がなんないかもですね、その好きの度合いがあったらなんかみんないい感じで、わじゃあ今度見てみますってなるし、先輩も多分その嬉しいしっていうなるんですけど、それが本当じゃないんだ。結果読んでないの。だってないねんもん。想像で悪口言うの。本当に。想像で先輩に出版させないお前。なんかパターンだけでジュニアさん喜ばそうとした。パターン、はい、好きじゃないけど、はい、これやったら喜ぶかもってやつ、好きじゃないけど好きじゃないけど思いがないですそれ、かすかな記憶でバッとか言ったら自分と思ったんでしょうかね。怖いですから自分が怖いな、ちょっと、はい、あそこまでまだしかも酔い切ってないそこまで、はい、うん、そこまでやったね、うん、そう2杯3杯だったかなぐらいのとこだったんで、いやだからあれも良かったんじゃない、そのちょっと「ザ・オー」の、あ、まあ、その収録のその日のなんかええ感じでみたいな、ちょっとポッポしてたんで、いやあの日良くなかった日じゃあもう知らんわ。
な取り戻そうとしたのかもしれないここで何でそこで何かもうわ完全になかったことにして楽しむのは楽しむので、うん、反省してないって思われたら嫌じゃないですか。いや別に反省するほどのことじゃないけど、ね、今後、はい、今後こういうことがなきように、はい、まあ、それは本当に、はい、ああ、いやもう皆さんはもう当然別にもうこれで僕が反省してようしてまいが起こらないと思うんですけど、こう見てる人って結構そういうの言う人いるんで全然悪いかもしれないあそっちを大丈夫大丈夫よシャレやらシャレでやってるっていうのは分かる分かる誰がみんな目くじら立てて本気でやってるこれぐらいなんかこれぐらいのなんて薄いところの態度とかで人のことを判断したりするシャレでちょっと芸人ギャンブルねそういうことですね。あ、じゃあもういいですね。ただ普通に。ほんまにそんな気にするんですか。ね、叩かれるみたいな。気にしないけど言わない一応はケアを。はいはいはい。ポテトマカロニサラダの自家製ベーコンの。いや、美味しそう。鉄板焼きのせです。うわ、絶対美味しい。うわ。いただきます。美味しい。あ、もう。うん。うわ、めっちゃ美味しいですね。美味しいよ。これもう一個言っていいですか？もちろんもちろん。これはもう一個言ってくれるの嬉しいです。これ僕頼んだメニューなんで。もう一個って言われるの結構いい褒め言葉かもしれない。でもほんまその褒め言葉も難しいよな。なんか結局。後輩学というのか、まあ、その人喜ばせ学っていうのか分かんないですけど、うんうん、一長一短だし紙一重なとこありますもんね。でもなんか誰やったの誰かのなんか、親子の写真があってもうすっごいあの姉妹みたいで、あの褒め言葉やん、はいはい、でもこれもしかしたら娘さんの方にしたら私老けてんのかい。ああ、なるほど。褒めよな。確かに。そうですね。お母さんの方しか気にしてないですね。嬉しい。ああ、確かにな。そうか。だから角度で確かに難しいよな。難しい。うちのお母さん若いでしょとはならない場合もあるってことですね。かもね。それが私老けてんの。あれも天才って褒めた時にいやいや俺努力してるけどっていう方もいる。ああそうそうそう、ね、ダメなんですね天才が。そこ人によってはあったんですよね。簡単な言葉で片付けんなよっていうアスリートの人とか特に。そっか、褒められるのでも嫌いな人もいますよね。うん、なんて言っていいか分かんないの。確かに。え、芸歴でいうとどういう。僕は18年目です。はあ、私20年目です。そうですそうです。先輩です。先輩です。当然先輩なんです。白鳥さんは多分僕少し下。そうですね、コンビ組んだのだと後輩になるんですけど、はい、ピンから入れると。先輩です。同時にドンじゃないんや。あ、そうです。お互いピンでやってて、それで2008年とかに組んだので。あ、そうなの。そうなんです。そうなんです。あ、そうなんや。コンビでは15年とかなので、うんうん、後輩になるんですけど、ちょっと数え方がよくわからないんですけど。いや、でもそれもちろん入った時だから、ね、入った時で言うと、あの同期は誰だ。同期、タッチさんとか。あー、へぇー。2003年で。2003年の、はい、4月19日です。はい、そんな感じですよ。吉本で言うと、はい、あとジャルジャルさんとか、なんかどうか、そうなんです。あ、じゃあその後のめちゃイケのメンバーの同期や。そうですね。でもタンポポ組んだのは2008年なんで、うん、めちゃイケ中はずっと後輩のふりしてました。そうか。結成が2000、そうなんですね。4年ぐらい一ピンでやってた、うん、なんか微妙で、はい。
旅館僕はもう14年目とかなんで、15年目になるぐらいなんで、はい、ロングコートダディとか、あ、山添とかって時です。うん、河村さんは全然、なんていうんですか、後輩をさせてくれないというか、もう、ひともちゃばって、ちょっと早めにね、もちろん来た時に、まず先に河村さんいらっしゃって、ここに一人だけこう座ってたら、ああ、そうですって言って、まあ、一応後輩なんで、もうその入り口らへんはね、別にあんまないんですけど、少々、奥行ってくださいですよ。私なんてもう本当にクソみたいな。めちゃめちゃなんかもう言うんですよ。それを結構争って僕ね、はい、なんとかなんとか死守して死守しましたよ。本当に難しいんですよ。基本が古文肌なんで、先輩だから上手におごったりとかが違って、上手なおごり方とかは練習したりとかして、なるほど、はい、でももうその芸歴やったら、そうなんですよ、そうなんですよ、現場行ってももう若い子ばっかり、そうなんですよ、だから上手におごりたいんですけど、なんか上手にできなくて、まあまあまあ、でもそう、僕も先輩でよくと、うん、ばっかりなわけはい、そしてゆげんなんです、やめなこと怖いと言うこともありますけど、先輩の方が多いんで、まあでも自分が楽なのがどっちかっていうのはあるもんな。そうなんですよ。で、後輩と行くときは確かに払うときになんか変にキャラ入れちゃうっていうか、ああ、ちょっと照れ隠しじゃないですけど払うわみたいな、なんか言わないからダサいというか、もう絶対言うなよみたいなとか、先輩するのってなかなか薄いっすね。慣れないとちょっと確かにね、わかんないですよね。こういうのも、うん、永遠にわかんないですよ。このレモンを、絞っていいですかって、一番本当は後輩が言うっていう多分マニュアルはあると思うんですけど、もう古いのかなとか、来た瞬間にレモンあるとちょっとどっちだみたいな、これだから行くべきか、ルールブックが欲しいとこあります、うん、まあな、はい、で人によって、うん、そうです、俺はもうどっちでもええ。例えば僕がレモン絞っていいですかって言う言わないっていうのは、なん、いや、こう来て、もうガーって、はい、無言で絞ってくれてもええ。それはまだ一番緩いパターン。いや、無言絞りは結構やばい。俺は絞る方やから、はい、無言絞りの方が合うなという感じ。はい。でもこの何秒か経ったら誰かが言うパターンもありそうだ、そうですかね、そうしますだから、それも猛打ちてな、35年ぐらいやってるで、まあね、でもいや、そうなんですよね、ほんまに、そもそもシチリア島のレモンの収穫でできたのがマフィア、レモンの取り合いが元の、もう、あ、それが、時が変わり、日本で未だに続いてんの。これ、しっくり、だから後輩が本当にあんまり言うの良くないというか、あれなんですけど、でもその、全体の幸せ考えたら、結局、その会のこのレモン、先輩が一番、まあ、ごちそうしてる先輩が、はい、もう、何も言わずに、これそうよっていうのが一番ハッピーワッピー。そうやな。苦情が出ないじゃん。先輩が絞るのレモンは一番上のやつが絞るべきや。ほんまそれ、それ、ええんじゃん。すごいいいルール。そうじゃねえ。なんか申し訳ない。いいっすかいいっすかこれ。ちょっともうなんか、そんなね。いやいやいや。時代は、でも確かにそれが一番、結局そうやな。それが一番やな。先輩、自分が先輩だったら、もしレモン食べれない人いたらどうしようって思っちゃう。そうですよね、僕もそれは。でもそれは自分のお金払ってる分には。レモンの酸味ぐらい、はい、いやいやでもそっか、アレルギー、レモンアレルギーがある人がいる、聞いたことないですけど、僕らもしいらっしゃったら、今日はじゃあ、そうそうそう、僕がそうだ、払いだから、すいませんでした、あ、そうそう、ダメだよ、こんなすっげえ。ほな、食うなよ。やりましょうだろ。いや、でも、結局今って変な意味で、一番上の人が一番気使ってく時代に、いやいやいや、突入はするかもしれないですね。つらいですね、それ。後輩が要は、俺予定ありますとか、あ、予定あるとか言わない、我慢するとか、あの、明日早いとか言わない。とか我慢するんじゃなくて、先輩が大丈夫とか帰らせてあげるっていう時代になっ
あしょうがないけど先輩が後輩と飲みたいなら後輩も気使わなくなりましたよね。そのなんか絶対飲みたいのもなくなりましたもんね。全然すいません早いんでやめてきますもうそれぐらいいいよね。はいはい、まあ、俺もほんま誘わへんけど、おお、後輩から言われたらもう行かれへん感じやもんな。ああ、そうっすか。よっぽどそのもう知ってる芸人以外は密な人以外、うん、まあ僕らでよりさらに下とか、うん、ジュニアさんに「飲み連れてください」って言われたら「何やねんこいつ」とはなんないっすよ。全くなるよ。行くってなるんですよ。だから金の国、うん、は、はいはい、まだ行ってないけど、はい、だから飲みに連れてくださいって言ったから「おいおいおい」っつって、金の国もすごいっすね。金の国はでも俺もめっちゃ好きなんですけど、うん、やっぱり新時代というか、うんうん、まあ確かにあそうですね。僕も学園で初めて会った時、まあネタは知ってて面白いと知ってたんですけど、うんうん、初めて会った時に、あ、ピラメキーノって子供番組やってたんですけど、うん、ピラメキーノとかベッドシアでめっちゃ見てました、うん、写真撮ってくださいって言って、そう、まあ、あんまりおーおー芸人としてそれ嫌だとかもないし、うん、なんだこれちょっとなんだって確かに、確かに普通に言うやん。あ、でも嬉しいと思ったからおにぎりですか。おにぎり、おにぎり、へえー、でもあそこまでなんていうピュアな別に焦げてる感じもなくだと嬉しいなと思ったけど、俺が15年前にジュニアさんに写真撮ってくださいって言ったら誘われたのかな。いや、怒ってたのかな。怒ってなかったですか。いや、いや、怒りはせえやろ。あ、しないか。周りがちょっとうってなるから。いや、確かにうってなるし、多分。いや、そう、どう、うん、まあでも今写真って結構そのインスタとかそういうのよく、ね、普通にね、普通に撮るようになったもんな。うん、うん、まあそうね、当時より、うん、収録終わりで写真ちょっといいとか全然上の、あ、はいはい、大先輩に言われたりするもんな。ああ、でもこの間も喋ってんけどマジで女性に髪の毛切ったっていうのが、はいはいはい、もうセクハラやえっていう、喜ぶ方じゃなくてですか。うん、そのみたいなこと気持ち悪いみたいな、髪の毛切ったんやで、ってなったら今テレフォンショッキングやってたら、うん、タモリさん、うん、髪切ったすごいし、ああ、芝居やるの、あ、なんかこれやっといて、もう、こう払えよ、自分で払えよ。パン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 、多様性奪ってるみたいな。もう全然言わなきゃいけないから、なんで一緒にやるの、あれ。すごいな。うん。なんかもう分からんすよ、何が。いつ悪いかと思われ、それしてたら申し訳ないですけど、あの電話とかもどっちなんですか、あの電話派ですか、 LINE 今ってもうもう分かんねえろ電話、電話保護しないな、したらあかんねえろ。え、そうなんですか。でもこうやってご飯食べてて、はい、あれあいつ何してるかなっつって、うん、はいはい、もう、うん、LINE するやん、うん、いや、うん、それはさもう電話していいやんって思うけど、ああ、はい、うん、でも、うん、え、見るんすよね。もうずっと LINE でやりとりやりとりやりとりしてんね、うん、いやもうそれ電話で一発やん、うん、俺らは思うけど、うん、もうそういうことでもないんかな、ね、いや誘いとかは僕いいと思うんですけど、うん、僕のそのマネージャーさんとかも結構古い人間って、うんうん、でその例えば明日8時半入りねっていうだけのことを電話でするんですよ。まあそれだって業務連絡は入ったら便利でいいじゃないですか。それでなんか切るから、なんかもうちょっとそれは本当にダメですよって一回で残った方がこっちもな、例えば我々飲んでて酔っ払ってて、うん、でいまいち覚えてなくての方がこう見て、そうなんですよね、文字で残った方が、うん、でもその固くなにでも
全然やめなくて、もうでもそういう個性なんだなっていう受け入れてますけど、これ難しいですね。難しいなっていうのありますね、本当に。せやで、だから結局それセクハラだ、それパワハラだっていうこともそれぞれの多様性でくるみ出したら結局元戻れやろ。繰り返すと思うそれ。そうですよね。その元が一番過ごしやすかったってことになりますよね。本当だ。さっきのレモンなんですけど、その、はい、僕顔的にっていうか、僕がじゃあ例えば絞るとして、ちょっと嫌じゃないですか。ああ、それは嫌じゃないですけど、まあ気持ちはわかります。ちょっとわかりますね。そのああ、そう。そうそうそう、なんかなんていうんですかね、神木隆之介君が絞ってるのとわけが違う。まあ、神木さんが絞るよね、はいはい、と僕が一応やりますよ、ちゃんとやりますけど、うん、ってなんかちょっとよくない。全然いいですよ、大丈夫、どんどん絞ってください。まあでも結局はこれ村上さんの方ですからね。でも、いや本当に、ね、ベンチャーの間違いで、そうですね、ベンチャーの間違いで、そうですね、なるほど。これはすごいっす、ちょっとすごいっすわ。いくいくいく、すごいのにしてもらいました。目の前でドラマをいい、そうですね、本当にこの答えすごいな。